五宝春は台湾兵東県出身のパン職人でベーカリー五宝春店の創業者。の字は中国語圏でも外字で本人及び店舗の公式ウェブサイトや各メディアでもバクカタと表記されるため本欄でもハイパーリンクが生じる以下の記事名及び不死タイトルもバクカタで表記する。内保交流線村で出生。家族は両親と8人兄弟。 12歳で父と死別し、家計のために、県立数分国民中学卒業と同時に、台北市で就労し、パン職人としての修行を始める。2006年、総支優及び、踏み寄せとチームを組み、他の台湾25チームを破って、ベーカリーのワールドカップ、クープデューモンドドラブルランジュリー、アジア地区予選の台湾代表としての出場権を獲得。二千七年、中国、 韓国、フィリピン代表を破り CDM アジア地区チャンピオンを獲得。2008年、CDM 本大会で欧州、米国、日本、トルコ代表などを破り準優勝。5は、個人部門でも欧州式パンで優勝。2010年、CDM が新設したマスター大会で出品した中国語、第一媒介面法で優勝。2016年、 シンガポール国立大学ビジネススクールで、終始、アジア太平洋部門演馬。マスター退官後は、弟子も2016年の同大会で準優勝に輝くなど、更新育成にも注力している。同年に、CDM 主催者より、クラブエリートドラブーランジェリーアンテルナシオナルが授与された。お宝春天のロゴ CDM で優勝してからは、台北の 高校補などに属していたが、クレは高尾で自分の店舗を開設することを目指していた。2010年に高尾市の市政府庁舎対面のビルで店舗を確保。ビルオーナーはクレを台湾の光として3年間テナント料を免除するなど工具していた。10月29日のプレオープンを経て、11月4日にクレの自営店舗1号店となる五宝春店が正式に オープンを迎えた。当初は、複数のチェーン店を展開せず、冷凍ではない手作りのパンを提供したいと述べ、ベーカリー会のルイ・ヴィトンと呼ばれる、パリのライオネル・ポワ・ラーヌを目標にしている。2013年8月15日、台北市の誠品生活末店地下フロアに、台北店を開店。2017年8月17日、台中市の台中国家加盟院近くに、 国内3店舗目をオープン、当時の市長、林慶龍も祝辞に駆けつけた。2018年8月、台北店を松山から新菊商山に移転。2018年12月7日、シンガポールの外食業、名宝物語との合弁で、上海に店舗を開設。2019年5月、シンガポールのキャピトルプラザに店舗を開設。 2016年4月27日、台湾メディアのインタビューで、海外展開について問われると、中国には13億の市場があるが、世界には70億の市場があると、中国進出には積極的ではなかった。その後上記の通り、シンガポールとの合弁で、中国にも出展することになったが、中国のネット上で、大独明法と罵倒された。後は、自分は、 中国台湾のパン職人であり、92教式を支持するとの声明を発表した。これに対しては、台湾の市民が逆に、語を批判し、店舗のフェイスブックには失望の表明や、不買運動を匂わせるコメントで溢れた。中華民国総統の蔡英文も中国政府を非難する声明を出すなど、両岸関係に波紋をもたらした。ライチバラパン CDM の二千八年大会で、 出品された。5が当時属していた、高尾のベーカリー、サテーダで販売されている。大会時の賞味一に代わりワインが、波専用台南県東山郷産の龍眼と、サワードを、ハイくクルミが使用されている。5が2010年に CDM の世界チャンピオンとなった、サイのメニュー。台湾各地の食材を加えたものが使われている。 テレビドラマ2011年の台湾電子講師ドラマ、最後は君を好きになる。デパン職人役として出演、ヨうスすむりなどと共演を果たした、映画2012年に、女外界界で主演を務めた、ガグン、ショーの父親役を演じたほか、自身の立身出世を描いた、ドキュメンタリー映画、世界第一爆方で、本人役を、李国武氏が演じ、クレ自身も、別役で、 ゲスト出演している。放映会には民主進歩党主席だった蔡英文も出席し、クレの成功は単に個人的な成功にとどまらず、台湾社会における新しい価値観を代表している、社会的成功という定義も変えつつある。と、好意的なコメントを寄せた。ありがとうございます。